感じな、舐めてますよね。イグニッションということで、今日はね、お知らせが2個あるんですわって言ってるんで、やめないで、やめやめ、もうやめとる、むしろむしろやめとるわ。ちょっと再結成して、それもあったね、忘れてたわ。ちょっと待ってください。舞台が決まりまして、おおおやっと、やっと、みんな言って、1月14日の13時と17時にあります。で、17時の部は、17時の部は1回で2種類の舞台に出ます。どこで、なんて舞台、シアターオクンチって、なんか平尾にあるところなんですね。近い、今日から解禁になるので、ちょっと帰ったら載せますね。もう1個あって、舞台のタイトル、何？いや、舞台のタイトル、あ、タイトルね、なんだっけ、土下座おじさんと、どうだっけ、土下座おじさんと、ね、あ、土下座おじさんがいっぱいいる。もう今日もね、麗しい老人ホームの皆さん、やーやー言うな、おじさんたちが。で、ちょっともう一個大事なお知らせ、お知らせ、これが大事、一番大事なんですけど、最近ね、とあるグループが毎日一日一人ずつ、なんか、そうなんですよ、正体を表してるんですけど、今4人、5人中4人出てて、実は最後のメンバーが私です。こちら、ロンっていう、ハンドインハンドのバツさんが、あれしてくれた、あれに、あれすることになってて、今日の、夜の0時に、めっちゃイケてる、ちょっとエッチなお姉さん風な写真が上がります。いやいや、失礼やから、実物と違うと言うよ。それはね、写真はね、極めてるから、何年撮られてると思ってんだよ、この人は。長くやってんだよ。でね、ちょっと1月7日に、そうです、スルガスが、名前は青いキュウリじゃん。それはちょっとお楽しみで。全然面白くないんだ、本当全然面白くない感じで出るの で、前一緒にやってたナシコとかね、あと私の大好きなカナメロアちゃんとかもいるんですけど、もう昨日レッスンしたりとか、曲もオリジナル曲で結構バンバンできてて、めっちゃいい感じに自分の好み、なんか本当にオリジナル、なんか曲ってこうね、オリジナル曲やってるのつまんねえとこいっぱいあるじゃないですか。でもなんかこう、この曲いいなって言っても、可愛い曲の中では好きだなとか、そういうのじゃなくて、普通に自分のドストライクにハマる曲を作ってもらってて、めっちゃすごい楽しみなので、皆さんもよかったら1月7日お披露目を見に来てほしいです。やったー。最近よくその件で DM とかリップとか来るんですけど、その1月7日は応募フォーム、予約フォームでしか予約できなくて、今まででこう DM とかリップみたいで1枚何々でよろしくみたいな感じでできないので、またツイートするんでね、予約してくださいね。めちゃめちゃいい人たちいっぱい出るんで、お強いね。あ、今日もお強いですよ。お強い、今日もまたお強い方たちが、でも今日その1月7日は本当にもうお強い集団みたいな感じなので、箱もお強いですし、お強い、はい、じゃあちょっともうちょっと持ってないよね。じゃあね、ちょっと1曲しかやらないので、今から2回連続でやりたいと思います。あ、1曲しかやらないです、すいません。なんか言ったじゃん、1曲だけしかしないって。ほらほらほら、じゃあお願いします。次の曲、星山田拓哉に「
Yeah.
お強い演者の皆さんが出てくるので最後まで楽しんでください。ありがとうございました。楽しかったよ。唐揚げ最高。めっちゃキナが油だよ。唐揚げ1個500円。